皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。日曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんからいただいた恋愛結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。植草さん、はい、もう YouTube とかで上げてどのくらいになりますかね、はい、YouTube で上げてどのくらい2年ぐらい2年ぐらいかなぐらいですかね、うん、多分ね、いつも聞いていますというふうにねお便り寄せられておりますので、はい、嬉しいですね、はい、今日も、うん、はい、はい、ご紹介させていただきます、はい、お願いします。婚活歴4年の方、はい、こんばんは、植草さん、木月さん、いつも番組聞いています。婚活歴4年の私にはこの番組は教科書のように利用させていただいています、うん、今日は思い切って植草さんにこの場を借りてご相談させていただきます、はい、私は婚活アプリで知り合った29歳の男性と2ヶ月くらい交際をしています、うん、初めて会った時に若いなって思いましたが、その時に彼が俺と同じくらいに見えるよねって言ってくれて気が楽になり、それから彼女と彼みたいな感じで週に1回くらい会っています。最初は楽しかったのですが、最近これでいいのかなと思う時があるのです、うん、それは1回目のデートの時は渋谷で待ち合わせをしてお酒を飲みながらご飯を食べて最終電車に間に合うくらいまで外でデートを楽しんでいたのですが、2回目からは彼は私の家に来て過ごすことが多くなったのです、うん、多くというよりほぼ毎回家でデートばかりです。でも彼もあまりお金がないらしく、外行くとお金かかるじゃん、〇〇ちゃんの料理おいしいし家でまったりしようよというのです。これが7回ほど続き、正直楽しくなくなってきてしまいました。でも彼は週末になるとうちに来たがるし、私も外で会おうよというのがお金がない彼にはかわいそうな気がして、なかなか言い出せなくなってきて今に至ります。こんな状態で会っていても何も進まないし何も変わらないし、でも彼のこと好きだし、お金がなくても私が働けば贅沢しなければなんとかやっていけると思うし、なんて日々思い悩んでいます。私ももうすぐ38歳、外でデートをしたいなどと言っている私が幼稚なのでしょうか。そして8歳年下の彼ですが、結婚相談所で私たちのように男性がこのくらい離れているカップルっていますか。いろいろ思い悩む私に愛の手をください。はい、まずは8歳年下の彼ということなんですが、まあいわゆる婚活アプリで知り合ったとか結婚相談所で知り合った方、男性の8歳年下っていうことってよくあることなんですか。ないないない、あんまりない。最高で、はい、過去最大最高の年の差で結婚した方で7歳です。女性が7歳、うん、年間100組以上結婚するでしょ、はい、ない。やっぱり男性が上っていうことの方が多い、うんうん、ないですね、うん、でいろんなこの方もどちらかっちゃってるのね、悩みがもうの思い悩んでらっしゃる、ね、思い悩んでるんだけど、はい、まずその34歳の頃から婚活を始めたんですね、4年間で婚活アプリでやってるのね、はい、で婚活アプリでやって38歳でしたっけ、はい、もうね婚活アプリで38にもなってやってるのがおかしいよね、そもそも、うん、でしょ、はい、で相手が29、はい、8歳じゃなくて9歳違いですよね、そしたらね。あ、そうです ね、はい、で誕生日が来ちゃったのかな、はい、彼が結婚する気ないよね、そもそも聞いたのかしらって。それはどこで感じますか。だって結婚の話してないでしょ、この二人、うん、お金ない、うん、お金ないって言ってて、うん、家に居座っちゃってるんでしょ彼女のね。なんか猫みたいじゃんね、居座っちゃってね、うん、都合がいい女になっちゃってるんじゃないですか、まあ、お料理作ってくれて、うんうん、でね、いろんな問題点あったけど、まず婚活をしているんだったらちゃんとこの方に私どういう状態かしらぐらいのこと聞いたらいいと思う。どういうふうに思ってるのって。まあ、私って何、うん、みたいなことですかね。私って何って、はい、でもそもそもね、この彼は相手じゃないからね、うん、結婚相手じゃないから、そもそも、はい、
で、まずお金がないけど自分が働けばなんとかなるって言ってるけど、はい、彼の職業知ってるのかな。そう、彼もあまりお金がないらしくって書いてあるんですけど、でしょ、だから婚活アプリって収入とかって書かないんですか。婚活アプリもですね、はい、いろいろあってですね、はい、証明を何にもあげないところも山ほどあるんですよ。例えば年収とか学歴とか年齢とか、はい、そういったもの何にもその証明書を出さなければよければ何でもいいでしょ。だから妄想でいいでしょ。そうですね、結婚相談所の場合はお金がないらしくっていう言葉はないですよね。なれない、もう結婚相談所お金がないかあるか分かるってことですよね。もう年収表記出てます、何百何十万 で、ね、で必ず年収が上がったり下がったりすると提出しなきゃいけないですね、新しく。あ、そうですか、うん、源泉徴収票、そう、源泉徴収票なり確定申告なりという公の書類を出してもらわないと、結婚相談所はねすごくその辺はきちんとしてますよ。結婚ですから、結婚だから相手の年齢、職業、学歴、それはもう絶対見るところですからね。偽ってもらっちゃ困りますからね。お金がないらしくって何ですかっていう、外行くとお金かかるじゃんって何ですかっていうの、うん、だってね 9歳も8歳も年下でしょ、この人お男性にお金出させられないよね、逆にお金ないしねそうそれ不思議じゃない。彼もちょっとかっこつけたいから、うん、お金がないから彼女の家に行っちゃうんでしょうね。うん、だから来ないでって、何ないし、 あなた何ってなんでうちに来るのって言えばいいじゃん。だからこう年収の表記が必要ない婚活アプリだからですよ。だからこういう男の人が来るんですよね。そうそう、もうよくあるパターンだよね。お金ある人って年収書きたいじゃないですか、むしろ。そうそう ね、だからこう、うん、多分年収表記が必要ないところってそんなにお金持ちの人がいるとは思えないですけど、ね、ないね。お家あんのか知らない、この彼、まあ、1週間に1回だからあるんだねきっとねそうですね、他の6日何やってんだって話ですけど、何曜日に来るか分かんないけど、もしかしたら月火水木金土日って言ってるかもね、7人。そういうご職業の方かも、うん、最近ね多いんですよ、10歳くらい年が離れている、うん、女性に食べさせてもらった。紐ですよね、紐っていうかね、紐はまだいいんですよ、ずっと同じ人にくっついてるから。そうじゃなくて、一、はい、人の男性が10、20年上の人に、何人も何人も何人も、あ、この間見ましたよ、事件で、ね、そういう、どういうの、その結婚してながら、うん、いろんなほら女の人から、まあ、要は結婚詐欺ですよね。あ、それも気もあるかもよ、この結婚、あれ婚活歴4年さんでしたっけ、はい、あるかもよ。だってもうぐちゃぐちゃだもん、何にもこれ婚活になってない、もうそもそもこの年下の男性は、うん、俺と同じぐらいに見えるよ ね、うん、そんないますま見えたんじゃないですか、ね、いますでお上手なんだと思いますよ、でもこの彼はね、うまいよね、うまいよね、うんうんうん、で、デートをね、外でデートをしたいって思ってる私は幼稚でしょうかっていう質問だから、うん、はい、答えは幼稚です。幼稚ですか、幼稚でしょう。そこでデート、だって婚活でしょ、うん、婚活するんだったら目的は、あ、そうか、そう、はい、何ですか、先週の方どうでした、すごかったでしょう。そう、婚活目的に突っ走ってって、はい、そうですね、どこに行ったか書いてなかったですね。先週の方はこんなことありえないからね、そもそも、お金がないなんて知らないしね。もう先週の方ね、うん、今週のこれ聞いてみんな笑っちゃってると思うよ、多分さまよってるなと思ってるでしょう、ね、そう、もうダメだこれと思っちゃってると思う、ね、自分が婚活スタートしたらこんなもんだったかしらって思ってるかもしれないけど、うん、まずね、でももう38ですからね、この方も38、先週の方も38で成婚しましたよ、同じ38、東大卒の650万の一流企業、1000万か、同じ38でこんだけ違うのね。ほら先週の方は一応で37から婚活始めたんですよ、1年で一応相談所に入ってらしたからね、お金を使って、うん、でこの方お金使ってないでしょ、でそういう、まあ、やっぱりね、もう値段、物には値段っていうのがあるんですよ、はい、ね、その値段に合ったサービスしか受けられないことになってますから、はい、ただでじゃない、ただだから、ね、お金があんまりないらしくっていう、ね、うん、想像の世界になっちゃうわけでしょ。やっぱだからお金ない男の人はやっぱり集まってきますよね、うん、だまずやめて、婚活アプリやめようよ、もうアラフォーなんだから、うん、
ね、婚活アプリやめてまともに結婚相手を紹介してくれるところにまず飛び込むの方がいいですよね、うん、でこんな悩みなくなりますもんね。てか何したいのこの方、彼氏が欲しい、彼氏結婚が欲しい、でも結婚したいんでしょ、で、ね、そしたら相手が違う、うんうん、相手が違うし、まあね、解決しましょう。じゃあこれもなんていうのかしら、こうだあだっつってもしょうがないから解決していきましょう、はいはい、まず婚活アプリやめなさい、はい、まずそれからこの彼と本当で本当に結婚したいと思ってるんだったら、私は、結婚をしたくて婚活アプリ実は使ってたんだけど、何々くんはどういう気持ちだったって聞いてみて、はい、うん、で結婚ってまず言うと思うからね、覚悟しといた方がいい、ね、うん、結婚って言った時点でそうよってどう思ってたのって、そんなこと考えてなかったよって言ったら、もうとっとと放り出してくださいですね、うん、泊まりしてる暇ないですね。そうもうね、何回も家に入れちゃったこと自体がまずこれ原因を作っちゃってますよね。2ヶ月の間でですよ、だってそんなさ、結婚もしない男のご飯を一日たりとも作っちゃダメ、海外しね。だからさ、うん、都合がいい女になってじゃない、うん、なんでそんな無駄なことすんの。7回、家政婦じゃないんだから、うん、でしょ、家政婦さんはいい、お給料もらってるから。確かに、ね、家政婦さんはプロでしょ、お給料もらってそこの家族が喜ぶようなメニューのお料理で作ってくれるでしょ。だってこの人きっと自分で食材買ってきて、そうですよ、で自分でお料理作ってんでしょ。そうです。でその人が、まるちゃんの料理美味しいし、結婚するかも分かんない人になんでご飯作んの。そんな経験あります？ないですよね。ないよね、普通の人、まあ、お花見みんなで行くから作ろうかとかね、もうありえない、どこの誰だかも分かんない人に、うん、お金いくら稼いでるかも分かんない人に、そうです、おそらくないだろうみたいな、怖いんですけど、ね、怖い、ちょっと私お醤油なくなっちゃったから買ってくるわって一人で置くことさえ怖い。それなんか盗まれちゃうかも。そう思うよね、普通そう思うでしょ、貯金通帳とかね、どっか隠した方がいいと思う。なんか浅はかだよね、アラフォーなのに。確かに、もしかしたら家のものなくなってるかもしれない、うん、7回の間だから。質問は、結婚相談所で私たちのように男性がこれくらい離れているカップルはまずありません、はい、でそれから尊敬婚の場合は、尊敬婚ありますけど、家の中に引きずり込まないもん。、うん、2回目のデートで家の中に入れて、なんていうの、夫婦ごっこなんてやらないもん。そうですね、うん、夫婦ごっこなんかやって楽しんでる場合じゃないよこの方、はいはい、ね、はい、夫婦ごっこっていうのは結婚して結婚できる相手とちゃんと結婚をしてその人に尽くすんならいいけど、うん、尽くし損愛し損をしちゃダメですね、はい、はい、もう木月さんが怒られてるようになってますそうだなと思ってもしかしてそういう思いがあったんですか。昔ないですよ ね、 いやいやね、どう思う、だってないでしょう。いやだって婚活アプリで知り合って29歳の男が、申し訳ないですけど、うん、38歳には本気になるとは思えない、ならないよ、うん、絶対やってるから29歳のこの人婚活アプリね、えまだまだいっぱいやってる、まともにちょっと考えた方がいいよね、うん、本命24歳ぐらいかもしれない。ダメだ。まあ、分かりました。とにかく幼稚です、答えは幼稚です。で、結婚相談所には8歳離れた、はい、逆はありますよ、逆の男性と、うんうん、うちでね最高は男性が24歳年上っていうのが最高。なるほど、ね、うん、だけど女性の最高は7歳、7歳、うんうん、でもその男性はちゃんと手に職があって、はい、国家公務員さんだし年収も、とてもいいし、うん、そんなね、奥さんのというか結婚前に女性のうちに入り浸ってご飯作らせるようなそんな無礼なことはしなかったね。そうですね、無礼もんだよそれ、無礼もん、ねね、ね、もうね、無礼な男にはね、少なくとも食材は買ってくるべきですよね、この男の人ね。無礼な男にはね、こういう、うん、この人がついちゃうんだね、こういうカップルになっちゃうんだね、まあ、この方がこうね安っぽい女性にならないように、うん、だから都合のいい女になっちゃってるから、うん、まずもう切ってピシッと、とにかく問い詰めて、
で、そんな気ないよって言ったらもうとっとと放り出してください。 まずほら家のもの金目のものがなくなってないかちゃんと確認してから追い出して。危ないよ、うん、ダメだよ。2回目からうちの中に入れちゃって7回連続ですよ。だってでこういうことやっちゃうんだね最近の女性って。やっぱもう惚れた弱みなんでしょうね。好きでしょうしって言ってるもん。彼のこと好きだしって言ってますか。こういうことやる人がストーカーとかなっちゃうんじゃないですか、もしかして。好きだらけで作っちゃって最近危ないでしょ。ほらいろんな犯罪があるし、ね、分かってるのはちょっと怖いですよね。どんな人か分かんないし、もう引っ越した方がいいぐらいですよ。でも本当にどんな人か分かんないですね。分かんないもん。もしかしてこれ1回じゃないのかな。何回もこういうことやっちゃってるのかな。あ、これまでの人とこの人だけじゃない、なんか仲良くなったらお家に入れてご飯作っちゃってるって趣味みたいにしちゃってるのかしら。とにかくね、ダメですよ。幼稚ですよ。幼稚だし危ないし、そんなことしてたって惚れてはくれない、都合がいい女で振り回されるだけで辛い目に遭っちゃうのが関の山だから危ないし、とっととやめてください。はい、はい、マリーミーニ、マリーミーニ、あのね、セミナーありますね。はい、ご案内しましょう。はい、3月3日、東京表参道のマリーミーで13時から婚活セミナー行いますので、はい、ぜひこの方ねいらしていただいて、ね、今の婚活事情、結婚相談所とはこんなところですっていうのが、ね、っていうのもお話しするし、あと恋愛事情もお話しするし、どんな人が結婚できるとか、どんな人が結婚できないってお話もします、はい、じゃあ結婚するためにはできるためにはどんなことをすればいいのっていうのもお話しするし、あとね、何よりも一緒にこう前横後ろに座ってる人たちがもうね、セミナー私をガン見すごいからね。なるほど。もうね、舐めるようにして見てメモを取ってですね、ノートのこの書く音が聞こえるような、ガガガガガガガって聞こえるの。皆さん真剣ですもんね。こんなことやってないよ。こんなね、結婚しない男のご飯なんて1秒たりとも作っちゃダメだから。確かにね、先週の方もね、作らせるんならいいわ。あ、そうね、向こう家に行って、行って、何々食べたいとか言って、作らせてあげて美味しいって言ってみたらいいんですね、この29歳、てか家行ってみたらいいと思う。あ、そうだそうだそうだ、家行ってみましょう。8回目のデート何々くん家行くよって言って、で駅前のスーパーで2人で買い物して、今日は何々くんおごってね、いつも私が料理代出してるんだから食材費って言って、で行って、よく来ちゃダメだよって言ったらもうアウトだね。ね、他の女性の影がいっぱいあるかも、ね、疑った方がいいよ男。悪い男世の中いっぱいいるから、疑った方がいい。まず家に行って様子を見て、で家に入れてくれなかったらもうやめる、アウト、ね、お金がないんだったら別に彼ん家でもいいわけですからね。彼女の家ばっかりっていうのはなんかね、匂いますね。そう、外で食べなくたって、じゃあさ、おにぎりに持ってピクニック行けばいいよね、寒いからダウン着て、ダウン着てピクニック行って、それでいいじゃない。山登りとかね、いくらでもありますよね。いいと思う、健康的。なんかちょっとあれじゃないですか、外ほっつけ歩けない理由もあるじゃないですか、誰かに見られたら大変とか。もうさ、疑おうよ、まず疑おうよ、ね、はい、はい、締めましたけど、はい、疑おうって言ってますね。疑おう、はい、はい、もう植草さんそろそろ時間です。そうですか、これね、はい、ぜひね、リスナーの皆さん聞いてる方に投稿してほしい、どう思うか、コメントね、コメントいただきたい、ね、ぜひ皆さんがどう思うかね、はい、ということで、はい、お時間ですか。はい、はい、お相手は植草みゆきでした。それでは、今日は日曜日ですね、はい、素敵な日曜日の夜を過ごしください。また来週、ごきげんよう。さよなら。